もこんな立派なお誕生日ケーキ本当にもらってもいいの？お金とか大丈夫だった？真面目だなあ京香は。みそぎがケーキをもらった時はまずどの飾りから食べようかなって思ってたくらいなのに。でもお返しとかあるでしょ。ちゃんとみんなに同じくらい立派なお礼を用意しないと。大丈夫だよ京香ちゃん。ミミたちもお兄ちゃんも京香ちゃんが喜んでくれたらそれだけで嬉しいよ。うん、わかった。また誰かのお誕生日が来たらこうやってお祝いしようね。それが一番のお返しになると思うから。これで完成じゃない。指示書を見てから書いたのにあちこち間違えてる。正しい形に直さなきゃ。あれって指示書だったんだ。暇つぶしに落書きしちゃったけど正直に話した方がいい？今すぐ説明しなきゃ